もう誰もいないよ。二人きりだね。ま、だからなんだって感じだけどさ。もう言葉も出せない感じ？なんで？あ、喋れてる。よかったよかった。なんで？こんなことを。しょうがないじゃん。しなきゃどうにもなんないんだもん。僕は、君がそんなやつじゃないと思ってた。起きてだか、伝説だか知らないけど、それがいくら怖くても、最後は抵抗することを選ぶ子だって思ってた。なのに。残念。信内さんの言う通り？バッカみたい。みんな神様に踊らされてるだけなのに。ちえみさんはね、ただ単に最初から殺したくて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 たまんなかっただけ。そう、言ったら里帰りしたのだって殺しがしたくて戻ってきたようなもんだったしさ。だから今夢みたいだよ。残念、色男さん。芹沢ちえみはそんな人間でした。女を見る目がなかったね。春明さんに会った時から思ってたよ。この人を殺したらどうなるかなって。ある意味ようやく夢が叶うんだよ今。ルール違反の私はどうせ今晩汚れでぐちゃぐちゃの死体になる。これは最後のお楽しみって感じかな。じゃあこれで賭けをしよう。10分くれたら、僕は必死に逃げる。その後僕を追いかける。逃げ切れば僕の勝ち。君が勝ったら、そうだな。僕は、君を愛しながら死んでやろう。いいね、素敵。
待ちきれなくて降りてきちゃった。さあ約束だよ、殺すね。じゃあ、わかい。頑張れ、頑張れ。どうして？ごめん。邪魔をするな！芹沢様。あなたの汚れも私が。あんたなんかに何がわかる！安水の黄泉の汚れはどうやったってあたしを縛る！これは…いや、見ないで！
芹沢様。申し訳ありません。その汚れは私にも引き取れない。知ってた知ってたし、知ってたもの。神様、神様、神様、殺してやる。どこだ、どこだよ。殺してやるから出てこい、出てこいよ。ああ、ごめんなさい、春秋様。芹沢様も、他の皆様も、守れなかった。春秋様、いずれまた落ちる時は、今度は素直に申します。やっちまったな大将。だがここは不可避だから気にすんな。このひってえ結末を回避できるようヒントを教えておくぜ。今回のバッドエンド19、題して狼の最後っぺで全滅についてだが、解決法としてはこのオチを見た上でこうならないように前の時点で手を打つってことに。まず今回手に入ったキー15によって前の時点の道が開く。そこに行ってくれれば OK だぜ。具体的な場所は5、基地の9、心を決めよだな。以後の展開はガラッと変わるぜ。ルーと基地はもうすぐ完走だ。長かったが報われるといいな。つうわけで今回はここまで。次も元気に死んでこい。そういう夢だったってわけだ。
はい。僕、不妻子春明が、蛇です。
室田匠さん、そして鴨志田近持くん、この二人を加護により調べました。室田匠さんは人でした。鴨志田近持くんは狼でした。え？なんですって？モッチーは狼だった。待ちたまえ、近持ちか、狼。それは、ないとは言わんが、なぜ彼を調べたのかね。そうだよ。それに春秋さん、一度は加護者じゃないって。え？僕が黙っていたのは、あの状況では、正体をバラすと殺される公算が高かったからだ。僕からは、間宮さんが偽物だと、当然すぐに分かったわけだけど、みんなからはそうとは分からない。もし彼女と僕が両方生き残った場合、雲はどちらを選ぶべきか判別ができないから、僕の安全は確保されない。その結果、狼が本物の蛇を見つけて殺す、格好の機会を与えることになる。おお、なるほど。なるほどじゃない。モッチ、分かってるのか？君が狼だって言われてるんだぞ。そうだな。僕は自分が狼じゃないってことを知ってるわけだから、そうなると、ハッサンが狼ってことになるかな。まあそうなるだろうね。しかし、マミヤさんが狼だった以上、また狼が蛇を名乗るかな。記者が狼だとは、決まってね。町のもんは分からねえ。蛇でも何でも死ぬ思うて、決心したのが夜だったかもしれねえ。牧島勘蔵さんは、鴨志田近持の肩を持つということでよろしいんですね。さっき聞かれてましたね。僕が彼を加護で調べたのは、彼がらしくないからですよ。彼はもっと勘がいい人間だし、思いついたアイディアを黙ってるような人間じゃない。それなのに今回、随分と言葉を選んでいた。勘が働かないとか言ってみたり。なんか前にも見てきたような物言いだな。あくまで僕の見立てですし、単に調べるきっかけだったというだけですから、あまり気にしないでください。いや、気になるぞ。ハッサンが僕らのことを前から知ってるなら、長者の回し者とかあるかも。そうやって妙に僕だけに攻撃的だから、正体を疑ったって面もあるよ。最新、お前、近持が春をやったって言うのか。ええ、そういうことになりますね。ありえないな。僕に春ちゃんと休ん以上に大事なもんなんてない。りっちゃんや皆の衆には悪いけども、新内さんや掟や宴だって割とどうでもいいんだぞ、僕には。そんな僕がどうして春ちゃんを。君が本当に狂った人間なら理由はあるさ。狂った人間は好きな人間が生きてようが死んでようが関係なく大事にできるからな。確かに。ふざけんなよモッチ。お前まさか本当に。めんどいな。ハッサンさ、僕はこういうの苦手なんだから、もうちょい優しくしてよ。悪いが君に対しては気を抜かない。君が普通の脳みそをしてないことは、この数日でよくわかったからね。ヤス君、モッチーがそうじゃないって証拠とか、ないの？さっきもうわかっただろ。僕にはないよ。
モッチーには何かないのか。ごめん。そんなに考えて、いろいろ準備とかしてなかった。だから逆に怪しくない、とかない？確かに。近持くんは、随分といつも通りに見えるわ。しかし果たして、狼が振り分けられたとしても、こいつは平常心を保つだろうと予測はできる。そして、彼のスタンスは基本的には思考停止だ。これまでも安永くんに追従して、野里さんにずっと投票している。自身の性格が幸いして疑われていないが、実のところ、結構狡猾な立ち回りだと僕は思います。安永くんが敵視したくない相手の中に、